です。最初は生まれた時は5キロちょいぐらいでしたね。で、大体他の園館さんに行くと1ヶ月に20キロぐらいの大きさ。最初生まれた時はね、ラグビーボールちょっとちっちゃいぐらいの大きさでした。今もう本当はちょっとね、1ヶ月ちょい経ってるんですけど、本当だと20キロ超えるはずなんですけどね、まあ、最後に1週間ぐらい前測った時に16キロぐらいでした。ちょっと遅いかなって感じですけど、まあ、大体親が一緒にいるもんであれば、子供一人置き去りになった時ぐらいしか捕まえて重さ測れないんです。まあ、本当は毎日測りたいんですけど、それでたまにしか。体重測定するときもね、ぬるぬるなんで、最初すぐ捕まえようと思っても、もう滑って誰も捕まえられない状態で、コテコテしてるうちにもう粘液で白くなって、軍手使ったり、タオルでお腹のところタオル通して持ち上げたりして、でトレーの上に入れて、でトレーごと体重を測る測りで測ってます。おーい、アバウンナン、なかなか陸に上がらないんで、お母さんたまにね、陸に上がりたいんですけど、で子供は階段のとこにいるときに、いつも後ろからグッと押してあげようとするんですけど、子供の方が最近どうしても水の中にいたくて上がらなくて、あとお互いヌルヌルなんで、どうしてもどうしても滑ってうまくいかないようなのを見てるので、パパに会います。向こうに餌とか置いてもね、お母さんすごい上がりたいんですけど、子供上がってこないもんだから、なかなか行けなくて、あえてずっと一生懸命押してあげるようにしてました。